にちは、僕ゲームでございます。今回もね、動画の方をやっていきましょう。ということで、売れ2019マイクラブメンテナンスが終わりましたね。早速ね、ちょっと起動して注目選手のね、まあ、ガチャ今回引いていこうと思うんですけど、こちらね、コレクターズボックス、今回が一応スパニッシュリーグ、まあね、スペインのリーガエスパニョーラですね、こちらのボックスが来てるのと、こちらスペシャルエージェント、昨日の夜か一昨日の夜ね、こちらのプレミアムエージェント来てたんで、こちら無料で引けるのと、あとは、これ3回ずつね、今回まあ注目選手、こちら後でも見る、後見るんですけど、プラスですね、コリンチャンスとパルメイラスの、レジェンドじゃない、注目選手も来てるんで、まあこちらも別で引ける感じですね。はい、なので今回はね、こちら全部ガチャ引いていこうかなと思います。じゃあまずはちょっとプレミアムエージェントからいきますね。こちら確率 2.9% ぐらいかな。で、まぁ、こんな感じで、まあ、ほぼほぼ全選手入っている感じですね、黒玉。まぁ、金、銀ということはやっていきますか、早速。いやー、よし。ちょっと待って、今週ね、注目選手にあの神の子がいるんで、まぁ、それもちょっと後で能力の部分見ていきたいですね。いやー、自分ですね、これで前黒玉当てたんでね、確かあの生放送の初期の頃、あー、さすがに来ないか。さすがに来ないか。生放送、おパリさんですね。まだまだね、ティロ・ケイラーということで CB、ハードプレス持ち。能力はどんな感じ？ヘディングディフェンス、ボール出し8。あ、でもスピードめっちゃ速いね。身長186センチ。あ、でも銀の中でも強い方なんじゃない？これ CB で、インターセプトヘッダーで。スピード速いですね、瞬発もあって。まあ、ディフェンスディフェンス、ボール出し系、レベル61まで上がるからね。身長186センチだし。OK、OK。ということで、1回目終了と、こちらのレベル30ね。いやー、これどうしよう。まあ、こっちから引いていくか。じゃあね、まずはこちらのガチャですね。注目選手が来ました。メッシ。まあ、今回ね、リーガエスパニョーラ、バルセロナの方でね、確か今週というかね、先週か。8点決めてますからね、バルサ。はい、相手でメッシが2得点で、めちゃくちゃアシストとかもガンガンやって、2点決めて活躍。で、能力はこんな感じですね。はい。OMF、待って、C、あ、そうか、あれ OMF か。OMF、ST、CF、右ウィングできる感じで。はい。強っ !99 いってるぞ、決定力。ドリブル99、ボールコントロール99、オフェンスセンス97。やばいな、これ。キック力82、スピード瞬発も2ずつ上がって、ボディコントロールも上がって、スタミナも2上がってますね。で、スキルもそんな、まあ、スキルはあんまり変わんないかな、多分。ワンパワンシュー持ちで、ジグラタンダブル、そうだね。いや、強くねえか、これ。このメッシ当てた人やべえな。かっこいいな、しかも。ということで、まずはメッシですね。で、ペリシッチですね、インテル。はい、こちらもかなり強いです。ウィングストライカー、でも一応左サイド、ポジションかなりできますね。両サイドできて。ドリブル能力90で、グランドアパス86で、全体的に上がってて、スピシュンも両方とも88。で、スタミナ89。いやー、これ強いね。で、今週 A なんでね、この注目選手は、おそらく。で、ライチュードワンタッチパス、ジクラタン、スキルもね、チェイシング持ちで。いや、ペリシッチも結構惜しいな。メッシ・ペリシッチ惜しくね。はい。そして、こちらの、ベニテス、ニース。今回ね、ニースの選手が選ばれてんだよね。結構、フィジコンが91。ああ、でもキーパーにしてはここの能力もかなり高いですね。で、キャッチングクレーンが89で、だいたい90ぐらいか。低弾道、高弾道、GK の。ああ、でもいいね、キーパー。キーパーも欲しいな、ちょっと191センチ。さあ、で、この選手ね、ニースの、またもやニースのね、マクシマンという選手。この選手もね、かなり強い。ボルコンとドリブルが80後半いってて、スピシュンがね、94、93なんですよね。ボディコントロールも高く、で、スタミナもあると。でね、スキル、足裏コントロールね、僕大好きな足裏コントロール持ってるんですよね。いやー、これでかいね。はい、そして、キンペンベがね、CB86 でめっちゃ強いです。スピードが85ある。で、瞬発もありますし、ディフェンス系の能力も高く、まあ、レベルもね、53まで上がるから、フィジコンジャンプも高いし、スタミナあって、まあ、スキルも豊富といった感じですね。はい。あとはね、フェドル・チャロフというこのね、チェスカ・モスクワの選手もレベル68まで上がって、めちゃくちゃ強そう。ラインブレーカー持ち。ワンタッチシュート持ち。スーパーサブなんですよね。スパサブなんでね。はい。そして、モルガン・サンソンもバランスよくまた能力強くなってますね。はい。ちょっと説明がかなりなくなっちゃいそうんで、こっからちょっと、モルガン・サンソン強くね？ワンタッチ、ディフェンス、あ、強っ！てか、やべえな。全員注目選手やばいっすね。あ、でも黒は強いな、ここの。
アンドレという選手も、レンヌ。あとはこんな感じかな。ベルフワイン。オランダ PSV。こちらの選手もまあ、スタミナそんなないけど強い感じだね。はい、ということでちょっともう引いていきましょう。いや、メッシ、ペリシッチ。いや、でも結構今回いいんじゃない？ 4 人ぐらい当たり、まあ5人。結構もう誰当たってもいいかな。正直。誰当たってもというわけじゃないんですけど、そこそこ当たりくればまあいいかなといった感じ。ただメッシ引ければでかい。さあ、誰が来る？お！あ、これはどうだ？これはく、あ、ま、オッケー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 。あ！これ待って、スパサブじゃない？スパサブのあの選手じゃないの？これ。さっき言った。いや、強いよ。ラインブレーカー。オッケー、フェドル・チャロ選手来ましたね。この選手、多分かなり強いです。予想ですけど、まあ使ってはないんですけども、さっき能力見たように、ラインブレーカー持ちで20歳で、レベルが68まで上がって、初期段階でレベル91、あ、レベルじゃない、スピード順80、91、89、オフェンスセンス、ボールコントロールも高いと。だからまあスーパーサブ、決定力84でしょ？ヘディング能力があって、バランスあって、スーパーサブ、コントロールカーブ、コントロールループ持ち、ワンタッチ、いや、強いよ、これ、絶対。スパサブの中でも結構トップクラスなんじゃないかな。めっちゃ強いだ、多分、この選手。オッケー。いや、これでもまず当たり引けたんじゃない？一人。オッケー、オッケー、全然いい、全然いい。さあ、まずはフェドル・チャロフ選手が来ましたよ。いや、ラインブレーカーであれはでかい。さあ、うわ、待って、これリーガ・エスパニョーラ来たんじゃない？うわー、来た、これ来たぞ。うわー、やばい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 、やばい。ボール蹴ってね、もう。ボール蹴なかった。あ、いや、来たー。神べきだ、もう。いや、もうね、何も言えねえ。いや、これは、これは。いや、本当に、確率的にも確かに、これ被りもあるんでね。いや、今週で VIP メッシ、降臨や胸元にね、こうやって、我こそがメッシっつって、来てしまった。FP メッシはやべえよ、マジで。いや、強すぎるだろ、これ。スピシュン88-94からのボディコント97。いや、今週ね、メッシが FP 来るんじゃないかって噂されててね。スタミナ上がってるのも地味に嬉しいね、これ。てかもう初期から99ってやばいな、本当に。グランダーパスが93になってますからね、5上がって。いや、これやばいぞ。ワンパ持ち、ダブルタッチ、根幹コントロール。ちょ、待って、今回や、あ、じゃあロックしよう、ロックしよう。待って、ロックね、これ OK。ロックで、次へですね。よしよし、待って、危ねえよ、これトレーダーとかしたらもう本当に、何してんだ、俺ってなるぞ。いや、来たよ、マジで。狙い通り来た。これで最後、ペリシッチとか引けたらもう完璧ですけどもね。いや、もう誰来てもいい、でも。ほんと、神の子来たんで。神の子来たんで。お！ワンチャン、キンペンベじゃね、これ。キンペンベある？キンペンベじゃね？だよね？いやー、これは当たりだ。今回、注目選手、神引きしてもうたかもしれん。やばいな。今回やばいぞ、引きが。いや、近辺で来たー。いや、この選手もね、CB86 で。まあ、もともとは金の選手ですけどね。ディフェンス、マーティングからボール出しまで高いですし、レベルが53まで、まだまだ年齢23歳と若いんで。かつね、スピード80があって、瞬発も高いですし、まあ、身長183センチですけど、左サイドバックのところもできるので、いやー、強えよ、マジで。キンペンベ。スキルもいいし、アシュラコントロール持ってんのでけえな、CB で。いやー、今回やばいぞ、引き。いや、前回は指名当てて、ムバッペとね、ネイマール FP 来なかったんで、あれでしたけど、悔しかったんですけどね、ちょっと。いやー、でも今回引けた。やばいな、メッシはやばい。ちょっと動画でまた使いたいですね。ということで、ここからはですね、コリンチャンスの、まあ、注目選手になります。ここ別で来ましたね。ということで、今後またこんな感じでチームいろんな感じで来るのかな。はい。でね、個人的には、まあ、カッシオだったりキーパーとかいるんですけども、ジャッジソン、こちらの選手ね、かなり、まあ、オフェンスのところで使えそうかな。
ナンバー10。あとはガブリエウ。この選手もサイドバックとボランチできて、87、86でスピードも速いですし、安定感、スタミナあってね、強そう。うん、大体ちょっと全員能力見ていきますね。多分見たい方いると思うんで。はい、この選手も強いですね。CB で、身長115センチ。うん、スピシュンもありますし。てか、注目選手のね、能力の上がり方がパないんですよね、ほんと。半端ないぐらい上がってるんで。はい、ということで、あとはこんな感じで、クライソン、LWG。いや、ここも強いよ、普通に。アシュラコントロール持ってるしね。まあ、スピシュンが速い選手がかなり多いですね。てか、もともとスピード86で、77で86まで上がって、瞬発も92まで上がってって、こんな感じでかなり強くなってるんでね。はい、じゃあね、ちょっと引いていこうかなと思います、こちらも。いやー、これやばいなー、マジで。ちょっとメッシ引けただけでもね、十分やばいんですけど、キンペンベまで来て、しかもスパサブのめちゃくちゃ強そうな選手まで来たんでね。はい、ということで、まあ、これはコリンチャン選手確定で金で、まあ、誰来てもいいんですけど、ドリブル選手来てくれるとありがたいですね、かなり。いやー、ちょっと興奮が収まんねえぞ、これまだ。神引きだ、あれは。ホージェル、センターフォワード、ポストプレイヤー、187センチ。あー、ヘディング系が高い感じですね。バランス能力高く。あー、そんな感じか。OK、レベル46まで上がると。OK、OK。よし、行きましょう。どんどん行きましょう。パルメイラスのまだ注目選手の能力見てないから、そこも見たいね。いやー、ここはちょいちょいサクサク引きながら、OK、コリンチャンス確定で。さあ、金来ましたね。左利きと。あ、ってことは、待って、ドリブルの選手かな。ちょっとね、コリンチャンスのとこあんまり自分は詳しくなくてですね。はい。ということで、ペドリーニョ、この選手は確かさっき能力見てかなり強かった。あ、20歳でレベル69まで上がって、この能力。強い。ドリブル93、ボールコント85で、スピシュンも速い、ある。まあ、スタミナがちょっとね、不安残りますけども、スキルも。まあ、ジクラターン持ってるのでかいですね。いや、いいんじゃないの？ドリブル選手当たってくるのは非常にありがたい。いや、でもマジで FP メッシも何回も言いますけどね。FP メッシが、やばいっすね、あれ引けたのは。あんなことあるんだ。いや、あんなことあるんだってレベルでもう、メッシ欲しかったんでね。今週噂の FP 来るって噂もあって。いやー、ちょっと本当にもう、ありがてえ。あれ？これは？ホージェル、かぶりきたー！これね、3選手同じ選手当てるとね、トレードもできるらしいですね。だったらこれ、ホージェル3選手来たパターンのがワンチャン良かったかな説あるけども、これ多分2選手が一番中途半端なんじゃない？これ。トレードも多分できないんで。はい、ということで、パルメイラス、じゃない、パルメイラスか、見ていきたいと思います。いや、こちらもかなりいいんですよね。まずは、フェリペ・メロということで、88。めちゃくちゃ強い、これ。ビエラぐらい強いんじゃねえの？ハードプレス持ちで、ヘッダーマンマーク、コンディション安定度高いし、フィジコンジャンプもあって、スピードあるし、ボールだ、めっちゃ強いな。フェリペ・メロやべえな、これ。あと、ドゥドゥ。ドゥドゥ強。何これ？注目選手やばくない？これ強さ。本当に。能力上がりすぎだね、これ。はい、そしてルーカス・リマ。うん、パス能力もありますね。レベル47まで上がるのか、ドゥドゥは。いや、これ待って、もうこんな感じでクラブの選手がたくさん来るってことは、また他のクラブも来る可能性あるよね。うん、多分ライセンス取ってるクラブでガンガン、おー、キーパーいいですね。ジェイウソンいいんじゃない？これ。めっちゃ強いな。キャッチング99いっちゃってるよ。で、レベルが39まで上がると37歳で186センチ。いや、いいですね。ちょっとキーパーのところもね、補強したい感あるんで。しかもこの選手たち、あ、でもここはライブアップで多分ね、このクラブは変わんないの。普通になんか D とか B とかね、いろいろばらついてる感じかな。まあでも、フェリペ・メロじゃない？これ狙うとしたら。あとはドゥドゥ、付近。はい、ということで引いていきましょう。いや、今回マジで、いや、これでフェリペ・メロも引けたらマジで中盤最強になるんだが。ビエラと組ませたら、だいぶやばいっすよ。さあ、まずはまあ、黒玉引ければでかいかな。お、黒来た。さあ、こっからですよ。あ、これ、待って。ドゥドゥじゃね？これ。これ、ドゥドゥじゃね？これ。あ、ちげえわ。ん？ミゲル・ボルハか。あ、違ったわ。ドゥドゥじゃねとか言って。
さあ、ミゲル・ボアはどんな感じだったっけ？まあでもスピード、瞬発速いですし、決定力高く。ああ、でも本当オフェンスって感じですね。センターフォワードって感じ。いやー、待ってくれよ。でもいいんじゃない？黒玉引けたのでかいですね。まあ、ドゥドゥ・フェリペ・メロかな？でもやっぱ一番のところは。まあ、ラインブレーカーであの選手もかなり強いですけども。FP メッシがやべえよ。ただもう。あのね、あそこがね、結構頂点に達した感ある。さあ、ということで、金選手で。まあ、この演出いいですよね。今作から、まあ、この演出前からのガチャでもあったけど、今作はね、最初の演出がちょっと変わってるんでね、もういいです。180センチ、2列目からの飛び出し。結構このスキル好きなんですよね。アシュールコントロール持ってワンパロングスローで、ボランチの選手か。まあ、バランス取れてますね、かなり。レベル48まで上がって、ボールコントロール系もあると。さあ、ということで、今回はね、ラストのガチャになりますね。これ100コインで回せるっていうのも随分でかいですね。さあ、ということで、ラストは誰が来る？黒を引いてね、まあ、その流れで終わりたい感はあるけど、あー、金か。まあまあまあ、でも、OKOKOK。左利き。かっこいいな、左利きの選手。まあ、メッシも左利きですけどね。もう FP メッシがやべ。さあ、ということで、グスタボ・カルパ。グスタボ・カルパ。この選手はどんな感じ？グスタボ・スカルパね。2列目からの飛び出しで右サイドハーフできて。ただね、パス能力が非常に高く、プレースキックがあって、コントロールループ、アンダッチパスです。ああ、でもスキルいいですね。コーンアンがちょっと低いけども。はい、ということでね、今回はちょっとね、ガチャの方注目選手引かせて、動画のもちょっと長くなっちゃいましたけど、またコレクターズボックスとかもね、引けていけた。あ、でも FP メッシ来たからね。うん、そういうとこもあるんで、今回は。まあ、ガチャ動画ね。いや、もう感動でしたね。注目選手、神引きしましたね、これ。はい、ということで、今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、皆さんの当たった選手も教えてください。ということで、まだチャンネル登録してない方いたら、左の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。いや、FP 飯ね、今度動画で使っていきたいと思います。ありがとうございました。